俺なんで走ってるんだ。昨日までは全部順調だったはずだよな。美空に約束を取り付けて、指輪も準備して。ああそうだ、徹夜明けのあの時からだ。お疲れ様です。ロボワンスの岩井です。今日の終わりました？今ちょうど終わりました。あれ、取りに来るのお昼ですよね。じゃあ空いてるわけだ。え、参加と追加お願いします。いやいや無理ですよ。いや今日の夕方まででいいですから。いや少しだけですから。いやいやいや、あの無理ですって。いやそこをなんとか。もう他に当てもいないですし、超緊急事態なんですよ。もう本当にやばい。岩井さん、あの俺今日大事な用があるんです。いやこっちも大事なんですよ。全国の子供たちと大きいお友達が待ってるんです。何すか大きいお友達って。あなたしかいないんです。わかりました。あの確認して折り返します。ミソラ出ないパターンか。どうしたの？仕事入った。え、いや断りなよ、今日だろ。待ってます。いや仕事断った方がいいって。どうでした？あのやっぱり無理です。いやもうそこをなんとか。僕の首がかかってるんです。あの、わかりました。あの、2時半までには必ず仕上げるから。本当ですか？ありがとうございます。もう、お願いします。取りに行きます。しゃあ、マジかよ。いや、やるしかない。なんかあったら言ってよ。サンキュー。ああ、よし。どうしたの？いや、ごめん、ちょっと。俺と結婚してください。いや、違う。ありがとう。まずは、大人になってからだね。お疲れ様です。岩井です。どうぞ。
ゆえさん、お待たせしました。いえいえ、ほんと無理聞いてもらってありがとうございます。いやいや、あ、やば、大丈夫ですか兄ちゃん。大丈夫です、行かないと。いや、寝た方がいいんじゃないですか。いや、大丈夫です。兄ちゃん、これからプロポーズしに行くんですよ。よし、わかった、送るぜ。今のスタジオ設立してから走りまくってる10年選手だ。まだまだ走るぜ。お願いします。岩井さん、くそ、このポンコツ。すまん、走ります。遅くなって大丈夫？俺と結婚してください。待ってたよ。やっと美空に思いを伝えることができた。おめでとう。ここから続く未来に、たとえどんなことがあっても、これからは美空と一緒に走り続けるんだ。